ストレートエニアグラム二等兵の友人屋です。いい隊長です。隊長でございます、はい、今日は引き続き、うん、新しいルームエイト、はい、まだ未完成ではありますが、はい、こちらのスタジオって言い方ですかね、うんうんうん、で進めておりますと、うん、今日もこちらドン・リチャード・リソさんの性格タイプの分析から、うんうん、待ってました、うん、タイプ8の詳細分析、うん、大取りでございます。タイプ8はもう大取りのために最後に取っておいた取っておきましたと怖いんでね。まあでもなんかうちの8ですって人少ないですよね。8ですは1回だけ、うん、あの私が8で、うん、旦那がタイプ6だっていう女性の方がいらっしゃったんですけども、うんうん、あまりタイプ8ですっていうのを見たことがないです、うんうん、はい。なんでまあいらっしゃるかどうかは分かりませんが、うんうん、まあ、タイプもしか自分はタイプ8だと思っていないが、うんうん、これを聞いた時にあれあれ、うん、心当たりがなんか痛いぞってなったらタイプ8かもしれない、うんうん、あのタイプ6、私タイプ6なんですけども、うん、あるセミナーでは、うん、タイプ8か迷ったって言われたことがあるし、あのタイプ8は自分をタイプ8だと思っていない節がある、うん、8の人は思ってない。だからこれ見てもピンとこない可能性はあるかなってずっと、はい、あ俺そんなんじゃないし、怖い怖い怖い、そういうタイプ8だしみたいなね、はい、うん、っていうところで、はいはい、通常の健全の聞いていたかったら、うん、タイプ8かもしれませんと、うん、でタイプ8、うん、統率者、うん、力強く、うん、拡張的で、うん、独裁的で、うん、破壊的な人物とあります、うん、健全な状態、うん、健全なタイプ8は、うん、自己を主張し自信に満ち、うん、力があり、うん、自分が必要かつ欲するもののために、うん、自らを擁護する術を身につけている、うん、行動思考で、うん、なせばなるという姿勢と、うん、内面的活力にあふれている、うん、挑戦好きで、うん、気略に富み、うん、自らことを起こし、うん、主導権を取り、うん、ことをなす、他人が尊敬し判断と指示を仰ぐような、うん、天性の指導者である、うん、決断力があり威信がみなぎり堂々としている、うん、高潔であることによって、うん、力を建設的に用いることによって、うん、人々を擁護し守ることによって、うん、価値ある目的や有益な事業の提供者、うん、講演者、推進者の役を務めることにより尊敬を勝ち得るとあります、うんうん、まあ、男とするとかっこいいってなりますけどね、うん、まあそう健全な段階ですからね最高の状態、うん、自制的で度量が広く慈悲深く寛容で自分自身を支配し、うん、自分の強さで他人を支え、うん、他人を支えなんですね、うん、そう他人の必要を満たす、他人の必要を満たすんですね、うん、うるさいですね、ごめんなさい、自分のためにじゃない、はい、他人の必要を満たす、うん、勇敢で理想を達成するためには危険も厭わない、うん、英雄的行為を行い、うん、歴史に名を残すこともあり得る、うん、とあります、うん、確かに歴史に名を残す人は、うん、他人のために何かをした人ですもんね、うん、まあなんか暴君とかもいますけどねそこでは残りたくないですもんね、うん、で来ました、うん、通常の状態、通常の状態、ここを聞いて痛いとなったら、うん、タイプ8かもしれません、うん、通常の状態、通常のタイプ8は、うん、自分の要は自分で満たしたがり、うんうん、自分の力を私利の追求のみに用いたがる、うんうんうん、私利って自分の利益、もちろん、うん経済的な自給自足を非常に重視する、うん、厳しい個人主義者、うんうん、積極的で敏腕な事業者、うん、起業家になる、うん、大胆不敵で自らの力を試し、うん、証明するために冒険や危険を好む、うんうん、力ずくで攻撃的で、うん、一層拡張的になって周囲、かっこ他人を含めてを完全に支配したいと思うようになる、自分の言葉が法律であるような帝国の創始者、権力者になる、尊大で自己中心的で自分の意思と理想をあらゆるものに強制し、周囲の人々にまるで奴隷に対するように傲慢に命令し、
他人を対等の存在とみなすことも、うん、彼らの必要を尊重することもせず、うん、主人と奴隷の関係を作る、うん、そしてかっこ、うん、そして性と攻撃が結びついて、うん、露骨で粗野な行為、うん、男性優位から辛い張りになりがちであるとあります、うん、で、思い通りにしなければ気が済まず、うん、対決的、好戦的、うん、威嚇的、挑戦的になり、うん、敵対的な関係を作り出して楽しむ、うん、楽しんでるんですね、これをね。怖い。で、何事も意思を試す場とみなし、うん、後に引かない、うん、他人に猛獣を無理強いし、猛獣っていうのは、うん、あの盲目の猛に追従の獣ですね。ついてこい、はい、もう何もやつついてこい、うん、で、平静を失わせ無力感を抱かせ続けるために、うん、報復をほのめかして脅しをかける、うんうん、他人は不安と抑圧を感じる、うん、不当な扱いのせいで人々は憤慨し、威張り散らすタイプ8を憎むようになり、うん、結束して反抗することにもなるとあります。あ、前に出ちゃいました興奮しちゃいましたかね。そう、徐々に前に出申し訳ございません、はい、ちょっとうん、あのタイプ8にやられてるっていう思う節があるので、うん、僕もやられてるってよあの会社でタイプ8であろうとする子は、もうついたてを立てるんですね、うんうん、お前は見ないっていう感じの、うん、もう周りから見て、うん、お前は相手にしてないよ、うんうん、僕のがあの何十年先輩なんですけど、うんうん、っていう見せつけなんですよね、これは。だから、あ、今日も、あの通常運転だねと思いながら、うん、あ、これもまた私の悪いところなんですけどね、うん、はい、いいですか、タイプ8A の。タイプ 8A、もういっぱいありますけどね。もう側近からいっぱいありますよ。まあ、普段で出してますからね、うん、タイプ8のは、うん。ちょっとじゃあここでは、はい、置いといて。長くなりそうなんです。で、不健全な状態、うん。不健全なタイプ8は、うん、自分の力にしがみつき、どんな代償を払っても優位に立とうとする、うん、徹底的に無情で暴力的で不道徳で冷酷になり、罪悪感も恐れも人間らしい感情は一切平然と無視する、独裁的暴虐で全体主義的な力は正義なり、密林の掟、かっこ弱肉強食という思想を信奉する、自分に関して妄想的な考えを抱き始め、かっこ固体妄想、自分が全能で無敵で不死身だと思い込む、ますます無謀になり、自分自身と自分の資質を過度に拡大する、ついにはもし危険に陥れば自分の意思に従わなかったものすべて復讐心に燃えて残酷に破壊する、反社会的で野蛮で殺人も犯しかねないと、これは不健全な状態。ただ僕の挨拶は無視されます、無視してもいいっていう感じで平然と無視しますからね。健全度が低いですねあ、ごめんなさい、出ちゃいましたねで、分裂の方向、不健全なタイプ8は自分の周囲を完全に支配しているので、周りの人を皆敵にしてしまっている、うん、タイプ5に動くと自分が生き残っていくことに対して変質狂のようになる、うん、多くの敵が団結して彼らに歯向かってきても無理はないからである、うん、ようやく自分が実際はいかに不安定で危うい立場にいるかを悟る、うん、恐れを知らない状態から一転して全ての人を恐れ始める、うん、とあります。なんで多分タイプ8の人にとっては一、うん、人の人が嫌いになると、うんうん、この仲間も敵になるんですよ、うん、このっていうのはちょっと見て取れます、はい、まあ、それはありそうですよ、はい、自分の支配が及ばなくなると、はい、こちらやばい危険、そうですね、はい、いつか襲ってくるかもしれないみたいな恐怖が出てくるっていう、はいはい、注意点ですと、はい、で、統合の方向、健全なタイプ8がタイプ2に動くと自分の力の強さを他人の脅威になるようにではなく他人のために用いるようになる、他人に気をかけ寛大で自己の利益のみに動かされるのではなく他人の幸福に
一個人として関心を持つようになる、うん、力への愛に屈服する代わりに愛の力を理解し、うん、他人の主人となることよりも、うん、ある意味で他人のしもべとなる、うん、頼りがいがありますね、はい、あのよくまあここで出す星野監督がなんか晩年の星野監督がそうだったのかなって思うような、うんうんうん、鉄拳制裁からってうそうですね、はい、みんなに慕われ、うん、親分と言われ慕われ、そうそうそう、で誰かが傷ついていると見ると、うん、自分の仲間にして、うんうん、自分が用いる助けてあげるみたいな、で、うん、幼児期の原点、うん、母親もしくは母親的な人物に対し、うん、合図を半ばする感情を抱いている、うん、彼らの人格形成における最も重要な要因は、うん、彼らは自分の母親を相手に意思を試しそれに成功してきた、うん、ということである、うん、自分の意志を筋肉のように鍛えることにより、うん、タイプ8は強大な意志力と強い自我を持ち、うん、自分に対する揺るぎない信頼と意志を通すという、うん、自分の能力に対する自信を持って育っている、うん、とあります。で、はい、根源的恐れ、うん、他人に屈服すること、うん、根源的欲求、うん、自らを頼ること、うん、で二次的動機づけ、うん、近かったですね、あ、すいません。でタイプ8は自分を主張したがり、うん、自分自身と自分の能力を証明したがり、うん、尊敬されたがり、うん、周りを支配したがり、うん、自分の意思を通したがり、うん、他人から恐れられたがり、うん、自分が生き残るために戦いたがり、うん、絶対的な力を持ちたがり、うん、腐敗でありたがる、うんうん、腐敗っていうのは負けない、うん、で健全な自己感覚、うん、私は強く、うん、有無を言わせない人間である、うん、隠された不満、うん、私は自分自身が生き残るために戦っているのに、うん、他人はあわよくば私を利用しようとする、しないしない怖いですし、うん、で主要な防衛規制、抑圧、置き換え、否定とあります、うん、固有の誘惑、完全に自分だけでやっていけると考えること、うんうんうん、通常から不健全な段階のタイプ8は、うん、どんどん私利追求のためにのみに行動するようになり、他人の力や支配が自分に及ばないようにしようとする、うん、誰の助けも必要としないよう完全に自立して独立していたいと思うが、皮肉にも自分があまりにも強くなりたいと思っているため、うん、他人が皆頼ってくるとあります、うん、で固有の短所、渇望、うん、権勢欲、権力の権に勢力の勢ですね、うん、はタイプ8に特有のものであるが、うん、性と攻撃性が態度や行動の中で混ざり合っているので、うん、性的欲望もこの人物像の中で重要な部分を占める、うん、最も広い意味で言うと渇望は他人を完全に所有し支配したい、神のごとく他人の上に絶対的な力を及ぼしたいという欲求である、うんうん、で固有の長所、度量が大きいこと、うん、健全なタイプ8は自己の利益を超えて他人の必要と権利を等しく考慮することができるような心の広さを持っている、うん、彼らの我量は自制、寛容、慈悲心、親切心、他人をかばうことの中に現れている。取り柄、対決姿勢と誰かで構わず威圧する力を強めていっても、うん、通常のタイプ8は自分が作り出しているその対決ゆえに、うん、自らの生き残りが余計脅かされているということに気づく、うん、独立独歩でありたいという欲求が最も、平行の取れた方法で、うん、しかも本当に必要なことに関してのみ自己を主張することによって、うん、より健全な状態に復帰するための触媒の働きをしてくれる、うん、しかも、自力本願への欲求から他人も同様に自力本願になることに関心を持ち、ひ、うん、いては他人がその目標を建設的に達成することに手を貸すとあります、うんうんうん、でやっぱりいい意味でも悪い意味でも親分気質ですよね、うん、親分気質ですね、はい、生かしてほしい生かしてくださいと守ってほしい、はい、で構造様式、うん、基調となるのは
拡張性である、うん、タイプ8の精神は火山性であり、うん、あたかもずっしりとした力が絶え間なく外に向かい、うん、周囲を支配しようとしているかのようである、うん、主たる力は、性的要素と混ざり合った攻撃で、タイプ8の恐ろしく強大な自我によって外的世界へと向けられる、うん、タイプ8は一般に内的葛藤をほとんど体験しない、うん、羨ましい精神構造は攻撃を抑圧したり自分自身に向けたりせずに外側へ放出させるようにできているからである、うん、しかしタイプ8は自らの内部にはほとんど葛藤が存在しない代わりに、対決したり意志、自我、あるいは性的支配を誇示したりして他人と争うため、対人関係の衝突はしばしば起こる、かっこそうした衝突は瞬間的な不安と恐れの感情を引き起こすが、タイプ8はそれを否定し無視する、したがって全体的な様式は周囲を完全に支配しようと他人も含む周囲への容赦なく広がる、うん、そんな感じあります。そうですね、うちの親父見てると、あ、出ましたこれは絶対こうなんだ、はい、っていう思いがもう何も葛藤してないなるほど、これはこうだろうってその素直に出てくる。でそれをこう周りに要求してくるじゃないですか。母親とはぶつからないんですか。母親はこううまいことぶつかりますよ。ぶつかるけどうまいこといなすいなす。なるほど、うん、で必然的結果、うん、タイプ8は他人に屈服すること、うん、かっこ彼らの根源的恐れ、うん、他人を屈服することに恐れるが、うん、自らの無常で抑圧的な行動によってそれを招いてしまう、うん、必ずや社会と社会の正義、うん、あるいは死によって阻止されるからである、うん、その上不健全なタイプ8は自分の根源的欲求かっこ自分を信頼すること、うん、これすらも失うので自分が適当だと考えると出しゃばってくる、うん、しかし不正な行為のせいで必然的に自らの行動と自由と能力を削ってしまう、うん、皮肉にも堕落するにつれ自己充足も自己依存もできなくなり、うん、自分の命令に従わせようとして一層他人に依存することになる、うん、自らの世界の主人になるどころか常に報復と仕返しを恐れて囚人のように暮らす、うん、タイプ8は他人も基本的に彼らと同様であり同じ権利、必要、欲求を持っているということを心に留めておかなければならない。ひとたびタイプ8が他人を侵害し始めれば、うん、結果として非人間性と野蛮さが強まるばかりで、しまいには必ずひっくり返ることになることに、うん、ひっくり返ることになる、うんうん、まさしく敵作りますからね。そうですね、やっぱりあの人を動かすことはなかなかできない、うんうんうん、でどんだけ一人が強くなろうとしても、うんうん、周りは多分、うん、あの結束すると思うんですね。周り強く なりすぎると一致団結して攻撃してくる。そう、要はこの人が、うん、要はあの健全度が高く、うんうん、あのこの人たちの周りの人たちのために力を使うよっていう態度なら、うん、喜んで助けるでしょうけども、うんうん、この人が俺のためにやれよ、うんうん、っていう人のために俺の考えが正しいと思ってる人が多い。はい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 、でそれをこう言ってくるんで僕なんかあそれ違うんじゃないかなって思うじゃないですか、はい、で多分僕だけじゃなくてそういう違う考えの人いっぱいいる、はい、でそういう人たちが敵になるんですよね、蜂にとっては。で聞く耳持ってくれないんですよね。持ってくれない、はい、なんだと。で対決が好きじゃないですか。はいはいはい、こんにちはっていうところで、うん、人がどんどん離れていってしまう。そうですね、他人もあなたと同じように必要と欲求を持っているということを理解しましょうと、はい、偉そうにすいません理想さんが言ってます、はい、というところで、はい、今日タイプ8の健全、あ、タイプ8 の詳細を考察しました。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。